これより会議を開きます。内閣総理大臣から所信について発言を求められております。これを許します。内閣総理大臣石破茂君。国政の大元について常時率直に意見を交わす慣行を作り、各々の立場を明らかにしつつ、力を合わせるべきことについては相互に協力を惜しまず、世界の真運に伍していくようにしなければならない。これは昭和32年2月の石橋湛山内閣施政方針演説の一節です。この言葉に示されている通り、民主主義のあるべき姿とは、多様な国民の声を反映した各党派で真摯に政策を協議し、より良い政案を得ることだと考えます。先般の選挙で示された国民の皆様方の声を踏まえ、比較第一党として自由民主党と公明党の連立を基盤に、他党にも丁寧に意見を聞き、可能な限り幅広い合意形成が図られるよう、真摯に、そして謙虚に、国民の皆様方の安心と安全を守るべく取り組んでまいります。すべての国民の幸せを実現するため、3つの重要政策課題への対応を進めます。まず第一は、外交・安全保障上の課題への対応です。国際秩序に大きな挑戦がもたらされています。ロシアによるウクライナ侵略は今も続き、北朝鮮の兵士がウクライナに対する戦闘に参加しています。中東地域で続く報復の応酬は未だに終わりが見えません。我が国周辺に目を転ずれば、今年後半だけを見ても、中国、ロシアの軍用機が我が国領空を相次いで侵犯したほか、中国空母が我が国領海に近接する海域を航行しました。戦闘機を含む中国空母2隻の艦載機は約1200回に及ぶ発着艦を太平洋で行いました。ロシアの哨戒機は我が国を周回する飛行を行いました。北朝鮮は ICBM 級を含め、近年かつてない高い頻度で弾道ミサイルの発射を繰り返しています。こうした厳しく複雑な国際社会においても、国家の舵取りを行うにあたっての基本は変わりません。すなわち、我が国としての、そして同盟に基づく抑止力、対処力を維持強化しつつ、各国との対話を重ね、我が国にとって望ましい安全保障環境を作り出すことであります。これにより、分断と対立を乗り越え、法の支配に基づく国際秩序を断固として堅持をいたしてまいります。私は先般、ペルーでの APEC、ブラジルでの G20 に出席し、自由貿易体制の維持強化、飢餓・貧困の撲滅といった国際社会の諸課題につき、我が国の理念、施策を発信するとともに、各国首脳との間で、個別に意見交換を行いました。アメリカ合衆国のバイデン大統領とは、今後も揺るぎない日米同盟をさらに発展させていくことで一致をいたしました。合衆国では、来年1月には第2期トランプ政権が発足します。日米安保体制は、我が国の外交安全保障政策の基軸であります。しかし同時に、合衆国も、在日米軍施設区域の存在から戦略上大きな利益を得ています。当然のことながら、合衆国には合衆国の国益があり、我が国には我が国の国益があります。だからこそ、率直に意見を交わし、両国の国益を相乗的に高め合うことで、自由で開かれたインド太平洋の実現にすることができると考えます。トランプ次期大統領とも、率直に議論を行い、同盟をさらなる高みに引き上げていきたいと考えております。韓国の
ユン・ソンニョル大統領とも来年国交正常化60周年を迎える中、首脳会談も頻繁に行い、日韓関係を大いに飛躍させる年にしようということで一致をいたしました。日米韓3カ国の首脳会談も行いました。中国の習近平国家主席とも噛み合った議論を行うことができたと感じております。日中間には様々な懸案、意見の相違があります。首脳会談の際、私からは中国軍の活動の活発化や深圳での児童殺害事件など我が国の有する懸念について率直に提起をいたしました。また日本産水産物の輸入解禁の早期実現、日本産牛肉の輸入再開、精米の輸入拡大も求めました。私が指摘をした短期滞在の日本人への査証免除再開については、すでに中国側から明日30日に開始するとの発表がありました。このように諸課題について主張すべきことは主張する、しかしその上で協力できる分野では協力していく、それが私の考える国益に基づく現実的外交です。中国の安定的発展が地域全体の利益となるよう、習主席とも確認した戦略的互恵関係の包括的推進、建設的かつ安定的な関係の構築という大きな方向性に基づき、今後も首脳間を含むあらゆるレベルで中国との意思疎通を図ってまいります。日露関係は厳しい状況にありますが、我が国としては領土問題を解決し平和条約を締結するとの方針を堅持いたします。外交と防衛は車の両輪です。私は厳しい安全保障上の現実を直視し、国家安全保障戦略等に基づき我が国の防衛力の抜本的強化を着実に進めるとともに、同盟国同志国との連携をさらに深めることで我が国の独立と平和、国民の命と平和な暮らしを守り抜きます。防衛力の最大の基盤である自衛官の充足が約 90% にとどまっていることは極めて深刻な課題と認識しております。自衛隊の人的基盤の強化に向け、私を議長とする関係閣僚会議をすでに3回開催し議論を重ねております。隊員の生活勤務環境の改善等、早急に実現可能な方策は経済対策に盛り込み、合わせて若くして定年退職を迎える自衛官新たな生涯設計を確立し、退職後も社会で活躍するための施策の方向性についても年内に結論を得て、可能なものから令和7年度予算に盛り込みます。沖縄県を含む基地負担の軽減に取り組みます。普天間飛行場の一日も早い返還を実現するため、辺野古移設が唯一の解決策であるとの方針に基づき着実に工事を進めてまいります。沖縄振興の経済効果を十分に域内に波及させ、それを実感していただけるよう沖縄経済の強化に向けて支援を継続いたします。加えて在日米軍施設区域の自衛隊による共同使用を進めるとともに、駐留に伴う諸課題の解決にも取り組みます。サイバー攻撃の脅威は差し迫った課題であり、有識者会議の提言も踏まえサイバー安全保障分野での対応能力を向上させるための法案を可能な限り早期に国会に提出すべく検討をさらに加速いたします。拉致問題は単なる誘拐事件であるにとどまらず、その本質は国家主権の侵害であります。拉致被害者やそのご家族がご高齢となる中、時間的制約のあるひとときも揺るがせにできない人道問題であり、政権の最重要課題であります。国家としての、また私自身の断固たる決意のもと、その解決に取り組んでまいります。先に述べました日米日韓の首脳会談におきましても、
比率付きの連携を確認いたしました。重要政策課題の第2は、日本全体の活力を取り戻すことです。人口減少によって地域の活力、そして経済の活力が低下をしています。こうした状況は我が国の経済社会システムの持続可能性への不安を生み出し、さらなる人口減少につながりかねません。この流れを反転させるため、地域の活力を取り戻す地方創生の再起動、経済の活力を取り戻す賃上げと投資が牽引する成長型経済への移行、全世代型社会保障の構築、この3つの課題を強力に進めてまいります。地方創生は日本の活力を取り戻す経済政策であり、そして多様性の時代の国民の多様な幸せを実現するための社会政策です。元気な地方から元気な日本を作る試みは多くの点となって息づいておりますが、いまだに全国的な広がりには欠けております。これを集めて面にして、やがては日本中の皆様に面白い楽しいという思いを広げていかなければなりません。宮崎県小林市ではフランス語かと思わせるような地元の方言を使うなど、ユニークな我が町の紹介動画を作成し話題となりました。これは市の職員が学生とともにアイデアを出したものでありました。ふるさとを離れてしまう前にふるさとに誇りを持ってほしい、そしてふるさとのために活躍してほしいとの当時の市長の願いからでありました。鹿児島県伊仙町では町長が集落を回り、町の財政状況を丁寧に説明した結果、高齢者の方々から子どもたちのためにもっとお金を使ってほしいとの意見が出ました。出産や子育て環境を充実させ、平成15年から平成24年までの間、合計特殊出生率日本一となる 2.42、2.81 を実現しました。これらを決して一つの町の物語にとどめてはなりません。日本中の同じ課題を抱えている皆様、これまでの地方創生の成功事例から学び、産官学金老元英知を集め、我が町を輝かせるため共に取り組んでいく所存であります。デジタル技術の活用や地方の課題を起点とする規制制度改革を大胆に進めてまいります。地方創生 2.0 を起動し、我が国の社会を経済の起爆剤とするため、地方創生の交付金を投資予算ベースで倍増します。新しい ICT 技術もフル活用しながら、持てるポテンシャルがまだまだ眠っている地方の農林水産業、製造業、サービス業の高付加価値化を進めるとともに、新たな重点として文化芸術スポーツの振興にも取り組みます。来年4月に開幕する大阪・関西万博の機会も最大限に活用いたします。この夏、店頭から米が一時消えたことは記憶に新しいところです。人口減少化においても、農林水産業食品産業の生産基盤を強化し、安定的な輸入と備蓄を確保することなどを通じて食料安全保障を確保いたします。農林水産業に携わる方々が安心して再生産でき、食料システム全体が持続的に発展し、活力ある農産業村を後世に引き付けるよう施策を充実強化をいたします。地方の取り組みが花開くためには、国としての環境整備も必要です。 GX の例では、洋上風力、地熱や原子力などの脱炭素電源を目指して工場やデータセンターの進出が進み、教育機関との連携などによって新たな地域の活力につながる動きが始まりつつあります。投資の予見可能性を高めるため、温室効果ガスの排出削減を求めつつ、国として
20兆円規模の先行投資支援を行い、官民で150兆円を超える GX 投資を実現します。 GX による産業構造や産業立地の将来像について、2040年に向けたビジョンを年内に示し、核となる拠点を広げてまいります。エネルギー基本計画、地球温暖化対策計画もまとめてまいります。地方創生 2.0 には魅力ある働き方、職場づくりも重要です。男女間の賃金格差が地域によって異なる中、若者や女性が安心して暮らせる働き方とは何か、非正規雇用の方の正規化をどのように進めるか、時間に余裕を持ちながら正社員としての待遇を得る短時間正社員という働き方も大いに活用すべきであります。女性の雇用における L 字カーブの解消、男性の育児休業の推進にも取り組み、社会の構造意識の変化につなげてまいります。人づくりこそ国づくり、教職員の働き方改革や給与面を含む処遇改善などを通じて公教育の再生を進めます。30年前、日本の GDP は世界の 18% を占めていましたが、直近の2023年では 4% です。そして1位だった国際競争力は今38位に落ちました。配当は増え、海外投資も増えた一方で、国内投資と賃金は伸び悩んできました。デフレ経済の中、雇用は安定してきたが給料は上がらない。安い商品はあるが、革新的な商品サービスはあまり生まれてこないという状況だったのではないでしょうか。しかしようやく約30年ぶりの高い水準の賃上げと過去最大規模の投資が実現し、明るい兆しが現れています。コストカットではなく、付加価値の創出に力点を置いた経営経済への転換を進めなければなりません。ドイツや韓国と比較すると、 GDP に占める輸出の割合が低い我が国においては、経済安全保障の観点からも、付加価値の高いサプライチェーンを国内に回帰立地させていくことも重要であります。先般の政労使の意見交換において、約30年ぶりの高い水準となった今年の勢いで、来年の春季労使交渉においても大幅な賃上げを行うことへの協力を私から要請をいたしました。また最低賃金を引き上げていくための対応策の策定を関係閣僚に指示いたしました。 DX を切り口として、日本の潜在的な強みである AI、 量子、バイオ、宇宙、フュージョン、GX 等の戦略分野のイノベーションとスタートアップの支援、スキル向上などの人への投資を進めてまいります。今こそ賃上げと投資が牽引する成長型経済を実現し、我が国を世界をリードするイノベーションが常に生み出される豊かな国といたしてまいります。これらの取り組みと合わせて、子育て支援を強力に推進するとともに、国民の皆様に安心していただける社会保障制度を構築します。本格的な人口減少の中にあっても、現役世代の負担を軽減し、意欲のある高齢者をはじめ、女性、障害者などの就労を促進し、誰もが年齢に関わらず、能力や個性を生かして支え合う、全世代型の社会保障を構築してまいります。今月、関係大臣には改革工程に掲げられた事項の具体化を指示いたしました。丁寧な議論を行って、実現できる項目から着実に実施をいたしてまいります。来月2日には健康保険証の新規発行が終了いたします。マイナー保険証の利用を促進しつつ、お持ちでない方には資格確認書を
速やかにお届けすることで、これまで通り診療が受けられるようにしております。国民の皆様の不安には迅速にお答えし、丁寧に対応するというのが私の考えであります。経済あっての財政との考えのもと、財政状況の改善を進め、力強く発展する危機に強靭な経済財政を作ってまいります。重要政策課題の第3は治安防災へのさらなる対応です。国民お一人お一人に生き生きと充実した日々を送っていただくための基盤となるのは安心安全な社会です。地理的な条件が不利であり、財政にも厳しい地域で災害が発生したとしても、被災者の方々を苦難の中にお傷つけるということは国家としてあるべき姿ではありません。避難所での生活環境を改善し、災害関連死を防ぐためにも、避難所の満たすべき基準を定めたスフィア基準を発災後早急にすべての避難所で満たすことができるよう事前防災を進めてまいります。また避難所となる全国の学校体育館の空調設備のペースを2倍に加速いたします。能登半島地震豪雨での教訓も踏まえ、キッチンカートレーラーハウストイレカーなどの迅速な派遣のための官民連携による登録制度の創設、温かい食事の迅速な提供などを可能とするための資機材物資の分散備蓄、災害ボランティアとして活動する支援団体の事前登録制度の創設など、避難者の皆様の生活環境の向上のため最大限の対応をいたしてまいります。被災者が災害関連の各種申請を容易に行うことができるようさらなる改善に取り組みます。被災地では自身も被災者である自治体職員の負担を軽減しつつ、災害対応に万全を期する必要があります。他の自治体に派遣する職員に対する訓練や職員派遣による経験の蓄積を促進するとともに、特に大規模な災害についてはあらかじめ支援自治体を定めるなどの準備も進めてまいります。政府における体制を着実に強化します。内閣府防災担当の機能、予算、人員の両面において抜本的に強化することに加え、被災者の方々の声を必ず施策に反映させるとの強い思いから、11月1日に立ち上げた防災庁設置準備室において令和8年度中の防災庁の設置に向け着実に準備を進めてまいります。福島の復興なくして東北の復興なし、東北の復興なくして日本の再生なし、全閣僚がこうした決意のもと、被災者の生活や産業なりわいの再建、福島イノベーションコースト構想の推進に全力で取り組んでまいります。最近いわゆる闇バイトによる強盗詐欺の報道を見ない日はありません。他者への慈しみや堅実な努力といった日本社会の中で大切にされてきた価値観、道徳観を揺るがしかねないものであり、こうした犯罪を断じて許してはなりません。悪質な事件の主体となっているいわゆる匿名流動型犯罪グループの検挙を徹底するための取り組みを一層推進してまいります。学校での啓発活動、若者に向けた SNS による情報発信等を強化するとともに、闇バイトを募集する情報のインターネット上からの削除にも一層努めてまいります。防犯カメラの等の整備、青パトによる活動などを国としても支援し、町ぐるみの防犯対策をさらに促進してまいります。また、性暴力、DV、虐待等を防ぎ、被害者支援を推進します。
国民の皆様の暮らしが豊かになったと感じていただくためには、現在や将来の賃金所得が増えていくことが必要です。そのことを最重要課題として、国民の安心安全と持続的な成長に向けた総合経済対策を策定いたしました。第一に、日本経済小経済の成長です。家計を温めるためにも、物価上昇を上回る賃金上昇を実現していく必要があります。またまず最低賃金の引き上げに取り組むほか、中小企業をはじめとした事業者の皆様方、確かに儲かる物価上昇に負けない賃上げをしていただけるよう、円滑かつ迅速な価格転嫁を進めるとともに、省力化デジタル化投資の促進や経営基盤の強化成長のための支援を充実いたします。地方の皆様方が希望と幸せを感じていただくことも重要です。地方創生の基本的な考え方を年末までに取りまとめますが、地域活性化と合わせて、この国の在り方、文化、教育、社会を変革する大きなムーブメントを作り出していくため、いち早く地方の皆様方が動き出せるよう、地方創生の交付金を倍増しつつ、前倒しで措置いたします。将来も継続的に所得が増加する手立てを講じていくことも必要です。資産運用立国及び投資立国を実現します。今後2030年度までに AI、半導体分野に10兆円以上の公的支援を行い、10年間で50兆円を超える官民投資を引き出します。経済安全保障の強化やリスキリングを含む人への投資も促してまいります。第2に、成長型経済への移行にあたり、誰一人取り残されないようにすることが重要であります。賃金上昇が物価上昇を安定的に上回る経済の実現までの間、賃上げの恩恵を受けにくい方々への支援が必要です。低所得世帯の方々に対し、給付金の支援を行います。地域の実情に応じて、エネルギーや食料品価格の高騰に苦しむ方々への支援、価格転嫁が困難な中小企業への支援、学校給食費への支援のほか、新たに厳冬期の灯油支援も行えるようにいたします。家庭の電力使用量の大きい1月から3月の冬季、冬の期間、冬季の電気ガス代を支援します。エネルギーコスト上昇に強い経済社会の実現のため、クリーンエネルギー自動車の購入支援や、省エネ性能の高い住宅へのリフォームを支援します。第3に、国民の安心安全の確保です。国民の皆様方が豊かさを感じられるのは、安心と安全があればこそです。能登地域の皆様方が受けた地震豪雨の度重なる被害からの一刻も早い復旧と創造的復興を一層加速します。災害廃棄物処理の加速化、公営住宅の建設などの生活再建を進め、被災事業者のなりわいの再建を後押しします。防災減災国土強靭化を着実に推進します。シェルターの確保等により国民保護の取り組みを強化します。以上申し上げてきた経済対策の取りまとめにあたっては、党派を超えて優れた方策を取り入れるべく最大限の工夫を行ってまいりました。いわゆる103万円の壁については、令和7年度税制改正の中で議論し引き上げます。いわゆる暫定税率の廃止を含むガソリン減税については、自動車関係諸税全体の見直しに向けて検討し結論を得ます。これらに伴う諸課題に関しては今後検討を進め、その解決策について結論を得ます。政府としては、この経済対策をできるだけ早くお届けできるよう、速やかに補正予算を国会に提出いたします。そして国会でのご審議をいただき、早期の成立を目指します。
先の選挙結果は主権者である国民の皆様からの政治資金問題や改革姿勢に対する叱責だったと受け止めております。政治は国民のものとの原点に立ち返り、謙虚に真摯に誠実に国民と向き合いながら政治改革に取り組んでまいります。政党から議員に出され、その先の具体的な使途が公開されていない政策活動費の廃止、政治資金に関する必要な監査を行う第三者機関の設置、収支報告書の内容を誰でも簡単に確認できるデータベースの構築など、政治資金に関する諸課題の改革のための議論を進めてまいります。調査研究広報滞在費、いわゆる旧文通費の使途公開および残金返納に向けて、すでに国会でご議論いただいているところです。国民の政治に対する信頼を取り戻すため、これらのさまざまな課題について党派を超えて議論し、年内に必要な法整備も含めて結論をお示しする必要があると考えており、誠心誠意尽力をしてまいります。憲法改正については、私自身これまで長らく衆議院憲法審査会の委員を務め、議論に参加をいたしてまいりました。国会による発議の実現に向け、今後衆議院および参議院に設置された憲法審査会において建設的な議論を行い、国民的な議論を積極的に深めていただくことを期待いたします。石橋湛山内閣の施政方針演説では、常に国家の永遠の運命に思いをいたし、地方的利害、国民の一部の思惑に偏することなく、国民全体の福祉をのみにして国政の方向を定め、論議を尽くしていくように努めたいとあります。外交においても内政においても、国民の後押しほど大きな力はありません。国民の皆様ご信頼をいただけるよう誠心誠意取り組んでまいります。国民の皆様並びにこの場に集う全国民を代表される国会議員の皆様にご理解とご協力をお願いを申し上げます。議長、鈴木隼人君。国務大臣の演説に対する質疑は延期し、来る12月2日午後1時から本会議を開き、これを行うこととし、本日はこれにて散会されることを望みます。鈴木隼人君の動議にご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって動議の通り決まりました。本日はこれにて散会いたします。